アニアセヨヒヨンです。今日はですね、もう9月も終わるということで、メイクも秋っぽく冬っぽくなってきたじゃないですか。そんな中でヒヨンが最近というか9月にたくさん使ったアイテムをつべこべ言わずに早速ご紹介したいと思います。それではスタート。まず1つ目、じゃらーん、クッションファンデです。クリオっていう韓国ブランドのクッションファンデになります。ヒヨンはこの2つを結構使い分けてるんですけど、まずこちらクリオのヌーディジュンウォータークリップクッション。ちょっと普通のクッションとは違ってガーゼみたいになってるんですね、中が。これのいいところ、気に入ってるところが、まずみずみずしいし、ヒヨンがおすすめするのはオフの日にこれをパパパってつけてすっぴん風メイクが似合うクッションファンデです。で、ウォーターグリップクッションって言ってるぐらいですから、水分量もすっごいたくさん入ってて、すごくみずみずしいんですね。で、ここにつけてみると、こうやって塗った時から水分量が多いからね、冷たいっていうかひんやりするって感じ。みずみずしいです、本当に。もうすっごくナチュラルなんですね。で、ちょっと見て、このヒヨンの腕の筋。ヒヨン今パーソナルジム行っててめっちゃ鍛えてるんですね。そしたらもうこんなめちゃくちゃたくましい腕になっちゃってるんですけど、まあまあ置いといて。で、最近はその日の気分とか撮影がある日、オフの日とかに分けて結構ベースとかを変えてるんですけど、オフの日にめっちゃ気合い入れた肌にはしたくないというか、ナチュラルでいたいじゃないですか。クッションファンデって結構顔がパッと明るくなっちゃうと思うんですけど、色を本当にナチュラルにして、もう首と顔の色が違わないようにちょっと暗めにしてます。ということで、おすすめクッションファンデの一つがこちらです。続きまして2つ目、じゃらん、こちらもクリオのキルカバーエンプルクッション。結構韓国でも押し出されてる商品。紫外線遮断、美白、シワ改善の3個の機能が入ってるクッションファンデなんですね。これ1つで肌が完成するっていうやつです。中身はですね、こっちの方がザ・クッションファンデっていう感じで、こっちがすごいもっとみずみずしいし、ファンデーションの濃さが高い。こっちよりはカバー力がすごいあるって感じですね。カバー、ツヤ肌、これ1個みたいな。結構カバー力もあるので、普段使いっていうよりはちょっと気合い入れたい時、女子会だったりデートだったり、そういう時に使えばいいかなっていう感じですね。続きまして、じゃらーん、キスのアイブロウマスカラです。03番の色ですね。これのお気に入りポイントがですね、結構ヒヨン髪の毛がアッシュ系なんですけど、色がチョコレートみたいな感じですごい秋っぽいんですよ。ピンクブラウンみたいな。で、色味はこんな感じなんですけど、すっごく発色がいいからつけるとすぐに眉の色を変えてくれるんですね。で、結構眉の色を変えると顔の印象も変わるから、いつもと違うメイクにしたかったり、ちょっと秋っぽくしたかったりっていう時にすごいおすすめで、9月のお気に入りコスメに入ってます。これ使う時ですね、必ず結構本当に発色がいいから、こうやってティッシュオフしてあげてから使うのがおすすめです。で、今もねつけてるんですけど、ちょっと赤茶っぽい色ですよね。キラン次はじゃらん、同じくキスアイシャドウですね。これはエッセンスクリームアイズの06番の色です。こちらもなぜお気に入りかというと、クリーム系のアイシャドウなんですけど、あんまりよれないのがすごい気に入ってるポイント。しかも発色もめちゃくちゃ綺麗で、色もこんな感じ、落ち着いたピンクで、ラメも結構入ってるんですけど、あんまギラギラしたラメではなくて、砂浜みたいなほんとサラサラな感じのラメです。で、伸ばしてみるとすごい肌色に馴染む色ですね。だからアイホール全体に入れても全然違和感ない。で、今実際ヒヨンも塗ってるんですけど、結構クリームシャドウってなんかちょっとダマになっちゃったりする時あるじゃないですか。でもそういうのも全くなくて、本当に均一に綺麗に伸びてくれるし、サラサラになってベタベタ感もないから、すっごいおすすめで、ヒヨンはアイホール全体と涙袋にちょっとだけちょんちょんってつけて伸ばして馴染む感じで使ってます。とにかく肌に馴染んでくれて、ナチュラルに盛れるって感じですかね。次、アディクションのザ・アイシャドウ067番。これがですね、またまた本当に可愛くて、少しなんかブラウンかかってるんですよね。実際につけてみるとブラウンはそんなに発色しない。あー、綺麗。ほら、めっちゃわかりません？ほら、可愛いですね。まあこっちのキスのアイシャドウよりかはラメが大粒な感じですね。このシャドウ一つでも使えるし、上に重ね付けしてあげても全然馴染むっていうか、いろんなアイシャドウと重ねて使うことができるってことでお気に入りです。で、今ちなみにキスのアイシャドウをアイホール全体に塗って、アディクションのシャドウを黒目の上と涙袋、目頭だけに塗ってるんですけど、まあみんなも知ってるかもしれないんですけど、黒目の上にキラキラを置くことによってデカめ効果が現れるし、この目頭の前だけにキラキラつけるとさらにデカめ効果になるって言われてるので、ピオンはちょっとポイントとして使うことが多いです。でもこれだけでも本当に可愛いから、すごい万能アイシャドウって感じ。これはちなみにですね、和田さんに選んでいただいた色なので、さすがって感じですね。和田さんありがとうございます。感謝みだ。続きまして、こちらはですね、なんと伊勢丹ミラーのマスカラになります。なんかね、伊勢丹ミラーブランドっていうのがあって、フィオもこの前初めて知ったんですけど、これ伊勢丹ミラーのミラーガール、店員さんたちをミラーガールちゃんっていうらしいんですけど、そのミラーガールちゃんたちがもっとこういうマスカラだったらいいのにっていうことで、その人たちが意見を合わせて作ったマスカラらしいんです。リアルが詰まってるマスカラっていうんですかね。フィオが大好きなお湯で落ちるシリーズなんですね。なのにセパレートまつげがすぐに叶うっていう、まあ、色は普通に、まあ、真っ黒な感じですね。で、実際フィオン今つけてますけど、全然ダマにならないんです、これ。しかも下まつげもすっごい塗りやすくて、とりあえず思ったよりまつげ同士がくっつかないっていうか、まつげ一本一本にそのマスカラがついてくれるっていう感じで、重ねれば重ねるほど結構マスカラってなんかひじきみたいになってきちゃったりするじゃないですか。でもこれはそうじゃなくて、なんかね、みずみずしい感じ、ずっと。だから重ねてもひじきにならないんですよ。わかりますかねだからちょっとお気に入りアイテムですね、これは。今までいろんなマスカラから使ってきたんですけど、もっと早く出会いたかったっていう感じのマスカラです。そしてラストですね。じゃらん。入れ物もすごい可愛いと思うんですけど、リップです。で、これが見ての通り透明なんですけど、本当に透明だけなんですけど、効果がありまして、それがすっごいみずみずしくなってくれるんですよ。だからマットのリップとかにツヤ感を出したい時に重ねて使うといいリップなんですけど、今ね、もう唇がピリピリしてきて、ボリュームアップしてくれるやつなんですね。そのよく唐辛子とかあるじゃないですか。しかも韓国のやつなんで結構ピリピリする。唇が暴れてるっていう感じですかね万能だから、フィオンはカバンの中にこれを忍ばして、塗りたい時にちゃちゃって塗ったりしてます。っていう感じで、9月のフィオンお気に入りコスメのご紹介でした。ほんとどれもすっごいお気に入りなんですけど、フィオンのお気に入りさが伝わりましたかね。今日紹介したコスメで今日メイク全部してるんですけど、まあ使ってみると仕上がりはこんな感じですね。で、今日はベースをこっちキルカバーを使ってるんですけど、本当にツヤ肌が一瞬で叶うし、これしか塗ってないんですけど、肌もカバーしてくれるから、すっごいね、キルカバーを重宝してます。本当肌にぴったり合う色を選んだ方が白浮きしないからいいですね。白目にやっちゃうと首元を明るくしなきゃいけなくて、で、なんかまたそういうの塗るのめんどくさいじゃないですか。これ1個でもパパパーってやって、メイクもパパパーってやって終わることができるから、ひよんはそう思います。はい、てな感じで、ひよんが今日紹介したコスメたちが気になったり、もっと動画見てみたいなって思ってくれたら、是非いいねとチャンネル登録をお願いします。아, 앞으로도 열심히 할 테니까 많이 많이 사랑해주세요. 지금까지 희영이었습니다. 안녕. 今日の 한국어は 추천! おすすめです. 내가 9월에 추천하는 코스메를 소개해드리겠습니다. 今日は 희영의 9月の おすすめ 코스메를 ご紹介します. って感じで 추천! です. 바이바이.